知事からの発表事項はございません。本日の進行は共同通信社の西川記者にお願いしております。よろしくお願いします。共同通信の西影です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは幹事社から県政クラブを代表して質問させていただきます。この1年を振り返っての所感をお聞かせください。この1年を振り返りますと、まず思い出されますのは、東京での国体で、陸上女子400メートルリレーで、岩手県が優勝をしたことです。で、これは、おかげで岩手県は国体の順位が去年の39位から23位へと躍進したわけでありますけれども、スポーツの分野で岩手に力がついてきているということなわけですけれども、これはさまざまな分野で岩手に力がついてきているということを象徴したことだと思います。岩手は東日本大震災からの復興に取り組んでいますし、また今年は夏から秋にかけて、内陸地方を中心に大雨、台風でかなりの被害が出たわけでありますけれども、そういった自然災害、それがもたらした被害にしっかり取り組む中で、この岩手の力というものが高まってきている、そういうことを実感します。で、これは今年北上山地が国際リニアコライダーの国内候補地に決定したことや、三陸海岸が日本ジオパーク認定を受けたこと、そういったことも岩手に力がついてきているということの例だと思いますし、また、あまちゃんが放映されブームになったことも、もともと岩手県で行われていた地域振興の取り組みというのがベースになってドラマ化され、またそのドラマを受け、久慈市中心に観光の受け入れでありますとか、さらにこの地域振興への取り組みを強化した、そういった岩手の力が高まっているというのを感じることができたこの1年間だったと思います。この質問に関連して各社から質問があればお願いします。NHK の藤島です。お世話になります。よろしくお願いします。今、1年振り返った中で、今年は夏から秋にかけて内陸中心に大雨や台風の被害ということと、復興のお話もありましたが、ちょっとその2点についてですね、もう少し詳しく教えてください。自然災害の件は、どのように受け止められてですね、今後、どのようにしていかれるのかということ、それから復興についても、今年は復興加速年ということで進めていらっしゃったと思うんですが、それに対する評価と、今後の課題についても教えてください。今年の大雨や台風による被害は、かつて経験したことがないような雨量の雨、またそれに準ずるような台風、大雨によって、今まで経験したことがないようなこの洪水が発生したりといった災害でありました。で、それに対して県としても今までなかったような被災者支援、生活再建支援の事業を講じ、県議会の承認もいただいて補正予算で対応しましたし、また県民のこのボランティア活動も活発に行われて、被災した地域の復旧に大いに力を果たしていただいたと思います。それから復興の方でありますけれども、これも基盤復興から来年以降のこの本格復興につなげていくために、がれきの処理や
三陸鉄道の復旧ということについては急ピッチで進んで目標達成、3年間での完了という目標達成が可能になってきていますし、また水産業関係、商工関係、特に観光で大きなホテルが次々に復旧していったということが、この沿岸全体としてのこの復興の復興感の高まりにもつながったんじゃないかというふうに思います。なお用地手続きの困難さが手続きに入ってどんどん見えてきており、そこにかなり時間がかかるだろうということが見えてきて、その関係者の不安にもつながってきているんですけれども、まずこれに対しては県と国とで問題意識を共有し、そしてこれも今までなかったようなこの土地収容法上のこの短縮期間の短縮化とか、それから人的支援とかいった工夫が講じられて、それがなかったそれがない場合と比べると復興が加速したというふうに言えると思います。しかしこの復興というのは県としては8年計画というのがあるわけでありますけれども、この被害を受けた被災者の皆さんからすれば願うのはもうこの瞬間にも元の生活に戻る、この瞬間にも元働いていたような形で働いて稼ぎたいということでありますから、その一定の計画がその守られればいいというものではなく、早ければ早いほどいいわけでありまして、そのための工夫というのはさらに県としてもしていかなければならないし、国にも求めていかなければならないと思っています。はい、ありがとうございます。この間もですね、直接国に行かれて用地取得の件でいろいろ要望されてたと思うんですが、なかなかそのずっと取材をしていてもですね、その手続きの簡素化って話は出るんですけれども、なかなか抜本的な変更には至らないなという実感がすごくあるんですが、これすごくこの後も大きい課題になると思うんですけれども、来年以降どのように働きかけをされていきますか。まず復興全体の中でも非常に大きな問題というところを、国も県も共にその問題をしっかり見ているというところは、そこがスタートになると思います。世の中にはそういう重要な課題について気がつかなかったり、あるいは背を向けたりとかいうことで事態が悪化していくということがあるわけでありますけれども、その、事態が悪化していくようなことにはならないという状況にはあると思っています。そして、国の方にはこれは菅内閣、野田内閣からずっとそうなんですけれども、この法律を変えるんであれば、そのための根拠というものが全て示されなければならない、どれだけ大変かという全貌が見えて初めてその法律を変えるという決断をするという基本的な考え方があるんですが、地元の側からしますと実際に困難さが現実的に見えてこなくても、それはやる前からそうなることは予想できるんであって、それ予想できる困難さに対して先手を取って法律を変えるべきという、そういう立法の着手に関する基本的な考え方の違いがあるのかなと思います。ただ国については、そうですね、日本版 NSC の設立みたいに非常にスピーディーに新しい法律を作って、まさにあれは実際想定される紛争とか戦争とか、そういう危機が起きる前にそういう体制を作ろうという話でありますから、この用地取得に関する特措法というのと発想は似ていると思うんですね。そういう意味で一部の分野で国の方で取っている立法に関する考え方を、この用地復興に向けての用地の問題でもそういう考え方を採用してほしいし、
でまた、実際県が防潮堤事業に着手し、そして今市町村が面的整備に着手する中で、立法すべき根拠というのはこう日々どんどん増えてきていますので、そういった実態をこう国に伝えていくことで、国の決断を促したいと思います。ありがとうございました。朝日新聞の斉藤です、はい。この1年の県の事業で、達増知事だからこそ成し得た事業というものがどの程度あったかということのについての所感と、もしあったとすれば、具体的にどのような事業がそれに該当するかということを教えてください。県の事業というのはそのスタンドプレーで進めるものではなく、みんなで力を合わせてやるものでありますので、その私じゃなきゃこうできなかった事業っていう、そういうのがないようにしたいと努めています。あと、もう一点お願いします。先ほどもお話に上がったように、今年はアマちゃんが県内でブームになりましたが、知事ご自身も折に触れていろいろと発言をされてこられたと思うんですけども、改めてアマちゃんというドラマが県内全体に及ぼした影響というのはどういうものかということと、それからこのアマちゃん効果というものを、来年以降、観光振興の面などにどのようにこう生かしていく、継続持続させていくかという、それについてのお考えをお示しいただけますでしょうか。東日本大震災にしっかり向き合って、そして復興に真剣に取り組んでいくということと、こうみんなで面白おかしいことを言い合って笑いながら過ごしていくということが両立するんだということが、こう岩手県民の間でそういう実感を得られたということが大きかったと思います。私自身こう4月1日以降、それ以前よりも朗らかに仕事をすることができたなという実感がありますし、それは県職員や三陸鉄道の職員もそうだと思うし、また広くこう県民の皆さんもですね、このそうやって、朗らかに東日本大震災のことも忘れずに、また復興にも取り組んでいくということが、それでいいんだということがこう浸透して、でそれはこう復興の推進ということに大きな力となったと思います。一言別の言い方をすれば、こう復興に向けての大きな励ましになったということだと思います。でそして全国の皆さんにも東日本大震災のことを改めて思い出してもらい、そして復興ということにさまざまな形でこう参画したいという思いもまた促したと思います。それは岩手のものを買うとか、岩手に観光で来るとかいうことにもつながって、そして実際こうアマちゃんのロケ地に観光客が増えるとか、その関係で岩手全体としてもこう観光については追い風になるとか、そういう現実的な効果も出てきているというところだと思います。それを今後来年以降はどういうふうにこう生かしていきたいというふうに思いますでしょうか。このほがらかに、またこうみんなで楽しく復興を進めるんだっていう、そういう勢いは引き続きこう来年にもつなげていきたいなと思いますし、また岩手に対する関心が高まって、こう全国の皆さん震災のことを考え、岩手復興を応援したいっていう、そういう気持ちについても、来年以降もそれがこう続いていくように工夫をしていきたいと思います。ありがとうございます。
森岡タイムス大崎です。よろしくお願いします。はい、先週ですね、関東の自治体でですね、部長級の職員に被災地への職員派遣を指示したところ、退職するしてしまうという決断したというような報道がちょっとあったんですけれども、そちらの自治体の市長はぜひ被災地を応援してほしいということで派遣したんですけども、それにまあ、介護とかいろんな理由があってその自治体を退職するという趣旨だったんですが、この点に関して知事どのようにお考えになりますか。人事の問題ですからね。これはもう県議会でもこう人事案件は質問なしで決議するというくらい、その立ち入ればもうそれプライベートな話になっていくわけなので、人事上の他自治体の人事上の問題には特にコメントはいたしません。今ですね、確かにその通りだとは思うんですけど、やはりこれからもますます派遣職員の方の力が必要だと、前回の会見の時もですね、復興が成り立たないというようなそういう状況の中で、まあ、トピックスとして起きたことではあるんですけれども、改めてその新年度に向けて職員派遣どういうふうに自治体に2月にイベント予定されてますけれども、改めて知事のご決意というか他自治体への職員派遣の呼びかけみたいなものをいただければと思うんですが、すべての自治体のすべての職員が全員この被災地の職員にならねばならないというような考え方は非現実的であると思います。岩手はじめ岩手県、それから岩手県内市町村、宮城県や福島県、その被災した市町村それぞれがこのくらいの人数が必要っていうことを自治体の全国団体を通じて、あるいは直接全国の自治体にお願いしているところでありまして、でそこに対しては非常にいい反応があり、日本全国自治体、特にこの21世紀に入ってからの地方行財政改革っていう流れの中で職員を大幅に減らしているっていうのが全国の自治体の実態なんですけれども、そういう中でですね、大勢の職員を派遣いただいているっていうのはこれはもう重ねて感謝申し上げたいと思います。でしかしまだ足りないというところがありますので、そこのところさらに必要な人数を確保していただけるように改めてお願いをしたいと思います。ありがとうございます。すいません、1年を振り返っての所感で質問は、その他で各社から質問があればお願いします。おはようございます。はい、おはようございます。北新報の上村です。20日の日に政府が風力発電に関して、農業以外への転用を見つめていなかった有料農地の風力発電への転用が認められるという方針を示したことにつきまして、県の求めてきた訴えてきたことが認められたという形なんですけれども、はい、そのことに関してご感想をお願いします。はい、あと今後どういうふうに県内での風力発電がどういうふうに発展していくかということも見通しも教えてください。はい、県がずっと求めてきて、さまざま国側と調整交渉してきたことでありますので、こういう形でそれが実現するというのは大変いいことだと思います。再生エネルギーの振興というのは復興の中の大きな柱でもありますので、また10年で再生可能エネルギーを倍にするという県の計画もあるところですし、その
新しいスキームを使ってですね、岩手のこの再生可能エネルギーが進んでいくように県としても取り組んでいきたいと思います。もう一点、別の全く違う話なんですけれども、先ほどちょっとあまちゃんの話が出ましたが、はい、今現在放送されているご地蔵さんで、関東大震災についての、表現というか、場面というのもあったんですが、どのようにご覧になって、それで復興というか、その震災後についての、記述なんかもあった、表現なんかもあったんですけれども、どういうふうにご覧になったかというのを教えてください。基本的に舞台はこう大阪の方にあって、でそして、情報が入ってこないっていうようなところから始まって、でそういう中でもこう応援に行かなきゃならない、物資をこう支援しなきゃならないというようなところから、その震災を助けに行く、そしてその後のこう復興を手伝いに行くっていうような流れの中で、こう関東大震災が描かれていたっていうのは、今のこの東日本大震災からの復興っていうのを、この支援する立場に立って、こうあやっぱりそういうことが大事なんだなと、でいろいろこう支援を受ける側とのこの心のすれ違い的なことも起こるけど、克服しなきゃなんないしできるんだなっていうようなことが、こう日本全体にそういうのが広まったっていうのは大変いいことだと思います。ちなみに三陸鉄道は冬のギフトでぬか床という商品も売ってますんでですね、ごちそうさんファン、ぬか床ファンの方はぜひ三鉄のぬか床もご利用いただくといいと思います。すみません、日本経済新聞の増渕です。はい、先日名古屋の方で自動車業界の方々と、はい、会合を持たれたかと思うんですが、まあ、今年はトヨタの岩手工場も周年パーティーみたいなのを開いてましたけれども、はい、今後の岩手の、まあ、自動車産業の発展に対して、まあ、何が課題で県としてはどういう支援をしていこうかみたいなところが、お考えをちょっと伺えればと思ってます。そうですね、立地企業セミナー的なことはこう昔からずっとやっているんですけれども、まあ、ともすればこう相場な的になったり、その焦点が絞られないような嫌いも過去にはあったのかと思うんですが、今回はもう自動車産業に絞りましたし、でその中で特にこの地域完結的なサプライチェーンの構築っていうような非常に具体的なこうテーマで知事プレゼンテーションを行ったり、また意見交換をしたりいたしまして、まずそれだけ地元とこの誘致企業との関係っていうのが深まっているということが今回の特徴であります。27社でしたか、約30社お集まりいただいたということについても、その後いろんなところでその話をしますと、随分たくさん集まられたんですねというような反応をいただいています。で、まあ、課題とかそのアイデア、こういうふうにした方がいいというのはもう本当にたくさん出たもんですから、まあ、それだけ非常にこう実務的にしっかりとこう話を進めていける関係になっているなと、まあ、知事としてはそういうことをそれぞれのこう担当ごとに深めていって、課題は解決し、でアイデアはこう活用し、自動車産業集積振興というのをこう進めていってほしいというふうに思います。岩手日日新聞の新田鳥です。はい、お願いします。そう、今のお話の流れもあるかと思うんですけれども、日銀の短観でですね、3期連続の改善とか、東北でも一番の伸び率だったりとか、そういったこう県内の経済情勢、すごくいい
数字、雰囲気が出てきてますけれども、知事としてもそういったところをこう実感こうできるようなこうお話をお伺いになってたりとか、また自分でもこう実感できるようなところがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけれども。一つ一つの工場のこう生産規模が拡大したり、雇用も増えたり、また新しい施設をこう拡充したり、そして、今まで、こっちの方に来てなかった企業さんが新たに進出してきたりということが目に見えてこう出てきていますので、そういうところは経済が順調にいっている実感を感じます。県としても、今の段階では明かせるものはないかもしれないんですが、こう当初予算で何かそういったところを支援するようなものというのはお考えでしょうか。ものづくり産業振興というのは、これは復興計画の中にもこう位置づけられていて、岩手全体の経済産業がしっかり成長していくことが、この沿岸の復興を支えていくということにも必要不可欠でありますので、来年度予算に向けても必要な事業を展開していけるようにしていきたいと思います。もう一つなんですけれども、年末年始のお過ごし方、よろしければ教えてください。特にこう遠くに行くような予定はなく、基本はまあ、待機しているといいますか、いろいろ本を読んだり、周りのこの片付けをしたりしながら、災害など起きないことを祈るというような過ごし方になると思います。何度もすみません、 NHK の藤島です、はい、来年度の予算の国の予算の関係で、閣議決定が、まあ、今日あるということでですね、で ILC の調査費についても、まあ、盛り込まれそうだという話があるんですが、まあ、これについてどのように受け止めていらっしゃいますか。はい、ILC の調査費は、盛り込まれたというふうに聞いています。でこれは大きい一歩でありまして、国際リニアコライダー ILC ということで、そのくらいの調査費が盛り込まれると、5000万円という調査費が盛り込まれるというのは、ILC 建設に向けて大きく一歩を踏み出したというふうに思います。今年はいろいろ場所の候補地の決定ということもあって、前向きなILC についてはニュースだったと思うんですが、まあ、来年以降に向けて誘致の活動、それからいろいろ受け入れの体制の準備もあると思うんですが、まあ、その辺の県の取り組みについても改めて一言お願いします。はい、政府の方では、まあ、何年かかけてこの検討していくということですので、まあ、その間こう盛り上がりが沈滞してしまわないように、地元の方でもこのILC に関する理解を深める活動でありますとか、それから全国的に ILC 建設ということを盛り上げていくような、そういう働きかけをしっかり進めていきたいと思いますし、また ILC 建設が実現したときには、この研究者の皆さんやその家族の生活、医療とか教育とか、そういったことへのこの準備をですね、していかなければなりませんので、そういった準備も進めてい、きたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。